えー、5時を20秒ちょっと回りましたですね。えー、まあ、日が長くなりました、本当に。えー、東京は桜満開でございますけれども、和歌山玄造でございます。えー、今日も、おー、アミちゃんとイチロコさんにお付き合いいただいて、進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。先生ですかはい。ね、先生。テーマはね。はい。先生、僕はあと、あと3年経つと80。<laughs> まあいいや。<laughs> <laughs> ごまかし方僕のねすごいいまだにこの年になっても忘れない先生がね、はい、いるんですよ。<え>中学1年の時ね、うん、中学1年の時っていうのはあの昭和20年ですから昭和僕が戦争が終わった年、はい、8月15日からね1週間ぐらい経った頃に。 生徒たちが集められてね行動に、ねうん、であの頃はねあの教練の先生ってのがいたの<練>もう現役を退いたね軍隊の教練よあのそういうことを教える先生がね<ー>中学各学校にいたんだよ<ー>もう退役したね、えー、職業軍人みたいな人だけどもこの人がね壇上に上がってね、うん、泣くんだよいきなりなんで 鬼、鬼の共感がね、泣くわけ。全ては終わったつって。はあ、負けたから。で、それでね、その後がいいんで。これからはね、アメリカから自由というものの考え方が入ってくるようになると。はあ、しかし、いいかお前たちはな、自由と放縦を吐き違えてはいかん宝珠ってのはね、<従>勝手気まま後がね、 何でもかんでもやっちゃう、めちゃくちゃにやっちゃうという意味だ。つまり自由というものには、はい、人間としてのこう一定の歯止めみたいなものがね、必ず義務、義務みたいなものがね、自由には必ずついて回るんだということをね、忘れるな。へ<ー>こう、中学1年だよ。中1にそんなこと言うのそんな話をね、されたんだわ。でも考えてみたいだね。今もう長田町の霞ヶ関あたりはもう宝珠のやつばっかりだね。<laughs> またもんのそうですえー、音楽でございます <laughs> はい入りましょう僕のね先生はアメリカ映画だって話いつかしたことあるやなだから今日は、えー、アメリカ映画の音楽をね集めてきましたえーたえー、これはねすごい映画でしたね2001年宇宙の旅っていうの見ました見ましたなんだかわけわかんないでしょう、はい、へえ <laughs> ねと この映画の意図するところは神であるって言うんだよね。<神>ますますか、ええ、わかんなくなっちゃった。い <laughs> で。も、ジョージ・ルーカスなんかに言わせるとね、うん2001を超、2001年を超える映画を作るのは非常に困難である。スター・ウォーズにしても技術的な面は比較できても、内容は2001年に遠く及ばない。へ<ー>こんな風に言ってんだよね。うん えーまあ、そんなことでございまして、うん、えまずはそのキューブリックの2001年宇宙の旅、それからえスター・ウォーズ、どちらもオリジナルサウンドトラックでお聴きいただきます。2001年宇宙の旅は、1968年に公開されましたよね、うん、これがあれなんだよ、アポロ11号は人類初の月面着陸に成功する前の年なんだから。えー ス,ティブンスピルバーグはねこの映画についてね何者も模倣しなかったキューブリックだが我々は皆我先に彼を真似しようとしたってう <laughs> そっか見たことないのに、えー、そんな談話があ記録されておりました、うんはい、さて、えー、映画の映画音楽とんとちょっと違うんだけどもね <laughs> 1964年に「クレイジージャンボリー」っていうアメリカ映画があったんです これ映画時代はもう大したものじゃなかったんだけども,もナンシー・シナトラなんか出てたんだね、うん、でこの映画の売りはゲスト出演の大物ミュージシャンたちアニバルズとかねデーブ・クラブ・ファイブとかジミー・スミスとかそしてこの人たちも出てましたピアノアントニオ・カルロス・ジョビンギターとボーカルジョアン・ジルベルト テナーサックススタンゲッツそしてこの1曲でビッグスターの仲間入りを利用したボーカルアストラッド・ジルベルト曲はおなじみのイパネマの娘ですまあ僕はあの演技の修行をしてた頃っていうのは札幌にねずっといたんで、はい、札幌時代しかないんですけどもまあとにかく 映画以外に先生になるものはなかったんだよねうん,うんだからもう2本立てでも3本立てでもね立ったままで見てても何の苦にもならなかった、えー、すごいですねすごいそんな中でいろんな人がまあ先生としてまあいたわけなんだ、はい、いたって <laughs> 見たわけなんだけども <laughs>、うん、マーロン・ブランドっていう人がいたよね まあ人によると20世紀最高の俳優というふうに言う人もいるわな。<ー>それからあの、彼のあの独特の演技がね、うん、アルパチーノとかロバート・デ・ニーロとか、うん、ジャック・ニコルソンとか、うん、あるいはロバート・レドボードもそうでした、うん、日本では長台達也とかね、うん、唐十郎なんかもね、はい、彼の演技に浸水してたという話を聞きましたけど。 ま、戦後のアメリカの若者文化の源流みたいな存在なんでしょうね。うん、あの、ほら、一力さんはわかると思うけども、はい、何もしてるんじゃないっていうあはいはいはい。うん、あそれが一番難しいですね。あそういうお芝居ってことこれはショックなんだよね。演技をしよう、演技をしようと思っている者にとってはね。<laughs> そうですよね、うん。演技をしようと思うと大体ダメなんだよね。うん この辺が本当に難しいところなんだけどもあの54年間「はとば」っていう映画で初めて見たんだ、はい、彼たまげたもんねうんもうどうしてこんなふうにできるってできるんじゃなくてね、うん、こんなふうに生き,生きてるのがそのまんま見えるっていうのは何なんだろうへえ<ー>僕はもうほら放送劇なんだからさセリフだけの芝居でしょ だからこれをね声だけでこれを表現するっていうのはどうなるんだろうすごい悩んだへえ<ー>、うん、すごい先生だ先生そ,うそれからあの「ゴッドファーザー72年」この時あのアカデミー主演男優賞を取ったんだけども受賞を協議したんだよねほうくで自分は授賞式に行かないで代理を出して、うん、あの「あ アパッチー族の女性かなんかを代理に立ててねそれであの抵抗を示したというそういうエピソードもあるんだけどもまあそれとすら欲望という名の電車だなあれは強烈だったね本当にねやっぱりほ何も知らないじゃないって思う 悔しいけど何してるんだよな、ね、やっぱりねそうなんですよね、うん、そうん、うん、それがねセリフだけでもってあの表現をね真似しようと思ったってねできないもんねんん気になるラジオドラマの限界みたいなものをねつくづく感じたもん,んじゃあ舞台やってみろって言われるとね、はい、<laughs> 悲しいかな舞台の訓練されてないから僕ら放送劇団はえー だから、やろうとしてもね、ダメなんだよね。まあ、だからマーロン・ブラードに関しては、非常になんかこう、喪失感を覚える人でした。この人は。でも、すごい人だね。2004年ですか、80歳で亡くなりましたけれども。さあ、この人が出た映画、やっぱりゴッドファーザーのメインテーマ、オリジナルサウンドラックで聞きましたよね。それから もう一つこれはまあ主役でも何でもないんですけれども衝撃的な出方をした「地獄の黙示録」これはねあれですよ私の好きなワーグナーの「ワルキューレの第3幕」に出てくるあのメロディーですこれはロンドン・シフォニー・オーケストラで2曲続けてどうぞ「地獄の目視録」の中では地獄の黙示録」の中ではあの 攻撃をヘリの部隊がね朝さあこれから出かけようっていう時に司令官が「さあ行くぞロックンロール」って,ってこの曲が始まるんだけど<ー>、うん、ただオペラの中ではね本当はあの戦に倒れた英雄たちの死体を悪キューレたちが天国へ運んでいくっていうシーンなんだわあそうなんだ刺繍のする音楽っていう人もいるわなうお<ー> えー、今日はそういうわけで <laughs> 私の先生の映画音楽映画音楽とちょっと違うね。映画の中に出てくる音楽をいくつかお聞きいただきました、うん、ありがとうございましたメールご紹介します東京都の来週から4月さんからです名作映画のサントラ癒されますこの選曲はやはり 映画鑑賞の先生がセレクトしたことになりますよね。う<と>そうですね。そうだよ、和歌山先生も先生だってことです、ね。う,うす。ありがとうございます。和歌山さん、この後もお付き合いよろしくお願いします。NHK フェムラジオマンジャック、今日のテーマは先生でお届けしております。岐阜県の先生と一度も呼ばれたことがないおっさんからいただきました。<music> 皆さんこんにちは今日のテーマは先生らしいですね学校の先生も不兄さんたちにいろいろ気を使わなくてはならない部分も多く大変な職業だと思いますさて私は先生という職業には一度も着任したことがありませんでも若いうちから先生先生って言われたら相当勘違いするかもですね天狗になりそう,うん続きまして新潟県の先生と呼ばれる仕事についている人さんからいただきました先生と呼ばれる仕事についています 弁護士です。以前は大学院の教員もしていたので、その時も先生と呼ばれていました。依頼人の人の中には私のことをさん付けで呼ぶ人もいますが、かえって気持ち悪いです。先生と呼ばれることに優越感が全くなく、単なる故障だと思っています。え先生と呼ばれてみたいけどね。 い方もらっししゃる先生と呼べという方もいらっしゃるんですけどねそうね人によるね和歌山さんは先生と呼ばれたことはあるんですかありますいっぱいあるでしょ半年間やりました先生それは声優の指導いいい普通の学校でえそうなんですよあの頃はね高校卒業するとね仮教員みたいなね資格がもらえたんですよ科目は何を うん、国語と社会すいませんがこの中に一人教え直していただきたいちっちゃいのがいるんですが <laughs> 家庭教師よろししくお願いしますさあ来週は来週は4月6日テーマは「アップ」でございますゲストに尾形恵さんが来てくださいますここまでのお相手はあ、ね、時とる石山アピアノ文字始めそして、えー。 和歌山玄蔵でした。和歌山さん、4月からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私、赤坂康彦でした。結局、先生といえば、にゃんこ先生ということでしたね。<laughs> 違いましたかそれは違う。にゃんこ先生 <laughs>